ワンパクトが音楽界に正式デビューした。本日30日午後6時、各音楽配信サイトを通じてファーストミニアルバム、モーメントがリリースされた。グループ名であるワンパクトはワンとインパクトの合成語で、一つに集まって大きなインパクトを作るという意味が込められている。MNET の K-POP ボーイズグループメイキングプロジェクト、ボーイズプラネットに出演したジョンウー、ユンジョンウー、 セオン・ MIN、オソンミン、ワイ・イ・ダム、イ・エダム、ジェイちゃん、ジェイちゃん、高校生ラッパーたちによるヒホップサバイバルプログラム、高等ラッパー4にも出演したタッグ、ヨムテギュンで構成され、完璧なインパクトを見せつける。デビューアルバムには最初のトラック、ホット・スタッフ、おカワキりに、イーナ、GOAT、ラッシュ・イン・トゥ・ユー、進行中、イリュージョン、など、計6曲が収録された。 特にメンバーのタッグが GOAT を除いた全トラックのプロデュースを担当し音楽的実力を披露した。タイトル曲いいなは利己的な相手を愛する話者の気持ちを君にはこんな僕がいて本当にいいなというメッセージが込められた。ミュージックビデオでは視線を圧倒する強烈なエネルギーをアピールしている。ワンパクトは歌手兼エンターテイナーのカンナムが 新しいエンターテインメント会社アルマダ・エントの CEO として制作に参加した新人グループであり、2023年下半期の音楽界の期待株として K-POP ファンの関心を集めている。これに先立って、パシフィコ横浜国立大ホールでファーストファンコンサート、ザパクトを開催し、デビュー後さらに活発なグローバル活動を展開していく予定だ。